レーナ。お帰りなさい、ウラジミール。軍隊を作ったのか。資金を生かしたの、大義のために。うん、同志たちよ、再会を果たしたぞ。皆の努力と今日の成功は称賛に値するが、罰もいるな、イワン。お前は俺の計画を疑ったよな。時間を無駄にしたんだ。タイミングが全てなのに。司令官、慎んで申し上げます。いいか、自分の過ちを認めるんだ。アンドレイ、己を証明したな。これからは副官を務めろ。信頼に感謝します。我が戦士たちよ、俺は不在だったがお前たちと共にいた。あれから敵はさらに強くなり、 ULF はウルジクスタンを取り戻してしまった。時は来たぞ、奴らに真の力というものを示せ。これは近くの戦いだ。理想的な嘘が真実を曇らせる。人々が信じるものを操れば支配できる。これが我々の武器だ。戦争の道具として使い、ロシアの栄光を取り戻すぞ。真のロシアを。西側は選択肢が好きだ。それを奪ってやる。我々に従うほかない。事態は一刻を争うぞ。マカロフは脱走すると他方面に部隊を動員した。コンニグループに日の出前にウルジクスタン港を襲わせた時、ファラが居合わせたんだ。彼女は無事か？ああ、だが戦闘時彼女のチームに死傷者が。その分敵も倒したが。さすがファラだ。港には何が？アメリカ製のミサイルだ。コンニはミサイルを手にしたのか？マカロフはそれで何を企んでる？それを調べないと。奴らの居場所を突き止めたら行動に出る。ロゼル、他方面に動員と言ったよな。他のターゲットは？コンニの部隊がウルジクスタンの原子力発電所に集結している。稼働してるのか？バルコフを倒した時に放棄された。そこに何がある？お前たち4人で調査しろ。ラジャー、俺とゴーストで偵察する。ソフとギャズは周囲を確保しろ。マカロフが核を使う気なら絶対に阻止するんだ。了解だ。ブラボー、取りかかろうぜ。あと1分。急げ、プレート準備よし。その中の装備を使うことになるかもな。ああ、開けます。シュートを開け。ギリギリだな。いつものことだ。集合地点を確認しろ。了解。ブラボーへ監視を始める。コンニのヘリが3機駐機している。オレンジのスモークが目印だ。核物質の回収地点だな。ああ、そのヘリが優先ターゲットだ。破壊して核の脅威を封じ込めろ。ラジャー、監視に取り掛かる。タイ、私は空から観察したことを伝達する。アシストに感謝する。マカロフは総動員をかけてきた。ゴースト、放射線の反応はあるか？いや、どのヘリにも反応はない。爆発物を使っても大丈夫だ。了解。核
撃砲があった。よく見つけたな。ヘリを見つけた。了解シックス、それがターゲットだ。最初のターゲットを破壊。そっちに増援が近づいている。油断するな。コンニの注意を引いた。敵が来る。タイ、まだ放射線は検出されてない。ジョニー、ギャリック、そっちは？いや、コンニもいない。放射性物質がないならコンニは何を探してるんだ。このままそれを探るんだ。サムターレットをセットする。UAV システムを起動。屋上の敵に注意しろ。了解。よく見つけたな。ターレットが建設現場の屋上にある。ターゲットをマーク。了解か？了解ブラボー。支援攻撃を。あと少しだ。2機目のヘリを破壊。了解シックス、ターゲットはあと1機だ。本人を足止めしよう。シックス、原子炉が封鎖されて出られない。シックス、本人が原子炉に侵入しようとしている。隠れてください。今行きます。コンニが上に上げていくぞ。コンニの狙いは壁じゃなかった。違ったな。
ってくる。ブラボー、状況は。もう近づいた。待機して上に。ロープをつかめ。ガス行きます。はい、ロープに捕まって。よし。毎日だ。いつもの単位だ。他の連中のように顔が溶けるかと心配したぜ。その方がハンサムだったかもな。今には化学兵器を。ああそうだ。マカロフは収容所出てすぐに俺たちを出し抜いたんだ。あのガスは何なんだ。マルコフの忘れ形見だ。サリンか。高濃度なものだ。致性が高い。容器一つであの威力だ。そいつが大量に盗まれたのか。今はウルジクスタンの近くにあるファラを探すぞ。